こんなところで会うなんてとても奇遇だ。展示会でタヌキの顔出し看板がすごく好きな人物が現れたって聞いてね。何しろ俺たちシャブ業が主催する祭りなんだから、そんな人物がいるなら会っておくべきだろ。その赤い角、俺の目に間違いなければかの有名な荒滝派の王様、荒滝一斗殿では。やっぱ東馬のあんちゃんは見る目があるぜ。神里家の無敵騎士、俺様も以前からお前のことは聞いてたぜ。はじめまして。一斗殿は実に褒め上手なお方だ。おお、この二人もう意気投合してるぞ。ブロマンス。